皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご覧いただき、ありがとうございます。それでは、今回は。岸田首相の岸田派解散宣言が自民党内で波紋を広げています。そこで派閥のあり方など25日にも中間的取りまとめを行う方針が出ますので、一体どうなっていくのか。今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、まずはこちら。産経新聞。岸田派解散宣言が波紋。賞賛の陰でポピュリズム。 アホくさ。岸田文雄首相自民党総裁の岸田派解散宣言が波紋を呼んでいます自民の政治刷新本部で派閥の在り方について議論が続く中本部長の首相がいち早く解散の方向性を打ち出したと受け止められているからです首相の言動を評価する声もあり22日に開かれる刷新本部会合に注目が集まります自民は25日に中間報告をまとめる方向です今日と明日 全議員が参加する、いわゆる平場と呼ばれる会議が開催されます。その中で派閥のあり方だけでなく、政治資金パーティーの廃止などが議論されるでしょう。その中間取りまとめ案が25日に示されます。そしてその翌日の26日から通常国会が開会されます。つまり、通常国会の前に中間取りまとめ案を出しておきたいということになります。改革案や再発防止策をしっかりと作っていきたい。 自民の茂木敏光幹事長は21日の NHK 番組で派閥パーティー収入不記載事件を受けた党の対応についてこう述べました派閥をめぐっては首相が岸田派高知会の解散検討を表明した18日夜以降安倍派清和政策研究会と二階派死水会が解散を決めました党内では派閥解消の流れが進む 無派閥の中堅議員。自民の救世主。守護神だ。自民を救うには派閥解消という決断しかなかった。安倍派重鎮、などと首相を称賛する声が上がるが、反発も少なくない。ということでこちらの表をご覧ください。各派閥の反応が書かれています。まずは麻生派幹部。問われているのは政治資金収支報告書への不記載の問題であり、それを正すのが先だ。 麻生派は会計責任者の立件がありませんでしたのでそういう主張をしていますがこちら NHK 麻生派の岩屋武氏に不記載がありましたそれは事務ミスと言っていますそして面白いことに麻生氏は派閥の存続を岸田首相へ言われたらしいですが岩屋氏は派閥の解消を訴えられていますわかりやすいですよね続いては茂木派中堅自民党政治刷新本部で民主主義を守るためといった首相が 議論の最中に方向性を示してしてまった議論の意味がなくなってしまう茂木派も麻生派と同じく会計責任者の立件がありませんでしたので岸田首相へ反発をしています続いては二階派中堅派閥の行き過ぎた悪兵は是正すべきだが派閥をなくしたところでまたグループはできる派閥解散はポピュリズムだ二階派は解散を決めたことで泣いていた議員もいるぐらい一部では結束力がある派閥でした。 その恨み節に聞こえますねそして人が3人集まればグループができるのは確かですが二階派ではこれまで例えば部会党で気に入らない法案が決まりそうになれば集団で乗り込んで反対を表明するぐらいのことをやっていましたが今後は今までの派閥のような結束力や派内で反対を許さない拘束力を持つグループはできないでしょう続いては安倍派重鎮首相は党の救世主今の自民を救うためには派閥解消しかない。 よくくぞやってくれた安倍派は解散になりましたが安倍派の議員たちは次の選挙では一番影響を受けるのでこういった発言になるのでしょうね続いては無派閥中堅派閥解消の流れが進む麻生派茂木派も脱派閥の流れは無視できないのではないかこれは無派閥議員らしい意見ですねちなみにこちら読売新聞昨日の動画でも紹介しましたが 青山茂晴氏や和田政宗氏が派閥の全敗を求める議員連盟を発足させることになりました自民の無派閥議員派閥全敗を求める議員連盟発足へ解散する安倍岸田二階派からも参加自民党の無派閥議員らが派閥全敗を求める議員連盟を22日にも発足させることが分かりました自民派閥の政治資金規正法違反事件を受け同法を改正して罰則を強化することも掲げます 解散を決めた安倍派、岸田派、二階派の議員らも参加する予定だそうですこれはですね、岸田派の議員も参加するところがミソですねしかし、麻生派と茂木派、森山派がいませんねそこにも注目です無派閥の和田正宗、青山重春両参院議員らが発起人になります議連の設立趣意書案では、派閥を今回の問題の根源と指摘しました 政治資金の流れを透明化するための監査機関を党に設置することや党所属議員が法律違反した場合立憲されたかどうかにかかわらず除名したり立候補を禁止したりする仕組みも求めていますこの議連の求めている派閥の全廃や監査機関を党に設置すること除名や立候補の禁止等は非常にいいですよね。この主張は今日明日の平場での議論で主張されると思いますので採用されるかにも注目しましょう。 そこで産経新聞に戻ります。派閥の悪兵は是正しなければならないがなくしたところでまたグループはできる政権を生き残らせたいだけのように感じる二階派の中堅議員は首相をこう批判した上で議論の最中にトップが方針を打ち出してしまった派閥に厳しい世論を意識したポピュリズム大衆迎合主義だと断じました派閥を解消された二階派の中堅議員は怒っていますね モテギハ平成研究会幹部も22日も刷新本部で意見を聞くのに総裁が方向性を決めるようなことをしたら意味がなくなると強調ドーハ中堅はアホ臭くなってきた民主主義とは何だ勝手に一人でやっていればという感じだと突き放しました派閥の解消をどうするか決めていない茂木派幹部も派閥を残せば悪者になるので怒っていますね 刷新本部の16日の会合では派閥に関して解散と存続で意見が割れました岸田派解散宣言が自民分断の目となる可能性は否定できません派閥存続を目指す麻生派執行会幹部はこうつぶやきました問われているのは政治資金収支報告書への不記載の問題だ首相は派閥の問題にすり替えようとしているのではないかその通りですね前回16日の会議では派閥の解散と存続が半々でしたが 今日明日の会議では解散論が増えるでしょうね。それが岸田首相の狙いでしょう。さらに青山氏も初参加しますので、派閥全敗の声が高まるでしょうね。そこでこちら。朝日新聞。岸田首相渾身の岸田派解散は世論には通じませんでした。最新の世論調査を見てみましょう。内閣支持低迷23%、派閥解散、信頼回復せず72%、朝日世論調査。まずはこちら。 岸田首相が岸田派の解散を決めたことを評価するか質問すると評価する61%が評価しない29%を上回りました一応岸田派の解散については評価する人が多いということになりますしかしこちら自民党の派閥の政治資金をめぐる裏金問題について同党の派閥が解散すれば政治の信頼回復につながると思うか質問するとつながらないが72%で つながる19%を上回りましたつまり派閥を解消しただけでは自民党への信頼回復にはつながらないという結果が出ていますこれは当たり前ですよね政治資金パーティーの規制をどうするのかが大事になりますそれを今日明日の会議で詰めていくということになりますそして内閣支持率については岸田文雄内閣の支持率は23%で2012年に自民党が政権復帰して以降最低だった前回12月調査と同じ 不支持率も前回12月調査と同じく最高の66%でしたつまり岸田派解散は評価をするが政治資金問題を解決していないのでそれが内閣支持への評価にはつながらなかったというのが分かりますそこでこちらテレ朝ニュース昨日の私の動画でもお伝えしましたが岸田首相は麻生氏に相談なく岸田派解散を決めたので麻生氏が怒っていると伝えられましたそこで昨日1月21日1 21月の夜に、 岸田首相と麻生氏との緊急会談が行われました。派閥解散めぐり、岸田総理と麻生氏、緊急会談。数日前には電話で緊迫。これは何なんだスタジオ解説、岸田総理と麻生氏約2時間の緊急会談。9、今岸田総理と麻生氏が会うことの目的はテレビ朝日、藤川みなよ政治部長。関係者によると会談は急遽セットされました。 長田町では岸田総理の根回しのない解散表明で麻生氏と岸田氏の間には決定的な溝ができたとの見方があったが、二人で2時間近く食事をしながら会談。どちらにも関係修復を図りたい気持ちがあると見られています。明日以降の政治刷新本部の進め方、派閥をめぐるルール作りについて腹合わせをしたのでは麻生氏は歴代首相には立てる姿勢を示す方ですから、岸田おろしをしに行くのは考えにくいです。 岸田首相はそれも計算に入れた行動だと思われます。9麻生副総裁茂木幹事長が今までのように岸田総理周辺もリスクは感じ取っている。党内力学に沿っていたら世間から見放される。リスクはあったとしても派閥解消を打ち出さざるを得なかった。麻生派の中からは岸田総理に対して、すごく場当たり的だ、と。 これまでど真ん中で政権を支えてきたのに、と恨み節も聞こえてくるが、一方で、世間から派閥が悪の温床と思われている中で、派閥が必要とは言えない。あるいは、党内で抵抗勢力とされかねない。という懸念も、公然と、岸田おろしに出る状況ではない。ということで、まんまと岸田首相の受注にはまった感はありますが、今回の政治資金パーティー問題は、 その根本ででもある派閥がなくななくれば問題は起きないわけですしかしまだ個人の政治資金パーティー問題がありますのでそれも廃止しないといけませんね 9. 太田さんも岸田総理が麻生氏に相談しなかった経緯を取材されたそうですが共同通信社編集委員太田正義氏総理側近に話を聞くと総理の判断で岸田派解散は麻生氏に相談せず茂木氏にも言わなかった。 情報漏れを心配した側面も先手を封じられないよう情報戦さながらの状態に打ち出すタイミングは岸田派元会計責任者立憲への報道が最後の引き金に総理としては追い込まれ辞任の恐れもある中九死に一生を狙い最後の賭けに出たかただ政治刷新本部初会合の時に派閥解散を打ち出したならよかったが タイミング的に総理の補身のためと見られても仕方ないこれは私の主張と同じで岸田派の会計責任者の立憲がトリガーとなったので岸田首相の責任論を回避するために解散を打ち出したと言われてもしょうがありませんおそらく自民党救済と自身の責任論回避の両方があると思われます9政治刷新の議論どこまで踏み込んだ中身にテレビ朝日藤川美奈代政治部長まさにこの週末 自民党議員は地元に帰って有権者の厳しい批判にさらされて戻ってきて議論に。ただ現時点では派閥禁止のルールにはならない見通し。派閥に対するルール作りをして、これからは党が派閥への関与を強めるという方向で議論される見通し。具体的には閣僚人事や党人事へ派閥が推薦を出すような関与を禁止。派閥のパーティー開催を禁止。 外部監査を義務付けるというようなことを検討。こうしたことを禁止したとしても、個人で議員がパーティーを開催することはでき、党が議員に配る、政策活動費というものがあり、使い道を公開しなくても良いということに現時点ではなっているため、こういったところが残ったままでは本格的な透明化とはなかなか見られない。これではダメですね。個人のパーティーまで禁止しなければいけません。 そして党から配られる政策活動費の透明化も必須でしょう。そこでこちら、小野田君議員のポスト。昨日の動画でも紹介しましたが、前回の会議で小野田君議員が主張していたことを紹介します。派閥の是非がメイン議題になってるのはおかしい。論点ずらし。そもそもこれは派閥の問題ではない。個人の政治資金パーティーでの過少記載問題もあった。時間の関係で短縮しましたが、 ソ連や県連のパーティーでも同様の疑惑が出ている派閥だけの話じゃない。そして自民党だけの問題ではない。個人の政治資金パーティーにかかる疑惑は他党でもあった。国会議員だけでなく市長候補にもあった。つまり、派閥の問題云々ではなく政治資金パーティーのあり方が問題なのである。政策にも悪影響だ。政策英派だった議員が、 突然政策 B 派になり不思議に思っていたら、その人のパーティーに行った時に政策 B 派の団体のメンバーがたくさん来ていて、ああってなることもあった。お金をたくさん払える人や団体に政策の方向性が影響されるような事実上の献金は政治を歪める恐れがある。また、外国による政治介入を防ぐために外国人献金は禁止されているのに、政治資金パーティー券は外国人が買えてしまう。 パーティー券を某外国人がたくさん買っていたことが問題になった事例も自民党議員にあった。この抜け穴は絶対防がなきゃいけない。お金が政策を歪めるパーティー自体全て禁止すべき。そのために政党交付金の制度を作ったはず。私はパーティーはやったことないし、献金も受け取らないし、当選後しばらく派閥にも入ってなかったけど、政党交付金のおかげでちゃんと活動できた。与野党を含めて、 政党交付金のみでの政治活動を義務化すれば、同じ土台で勝負できるし、何も問題はないはず。とにかく、今回の問題を派閥の問題とすり替えるのではなく、政策を歪め、お金のかかる政治を正当化し、抜け道をいくらでも作れるようなすべての政治資金パーティーの全面禁止が必要。野党や選挙区のライバルや、お金を払える人の方を向いてじゃなく、 国民一人一人の方を向く政治にしましょうよ。ということで、小野田氏の主張は政治資金パーティーの全面禁止です。これは派閥も個人に対してデモです。これができると外国人の献金の抜け穴を防げるのでいいですよね。そこでテレ朝ニュースに戻ります。9。罰則強化。政治資金規制法の改正は。テレビ朝日藤川みなよ政治部長。国会議員への影響が大きいと見られるのは罰則強化で、 連座制を適用すること秘書や会計責任者だけでなく議員本人も責任を負うということで自民党も前向き与党の公明党からも提言が出ている 9. 本気度がが問われるが共同通信社編集委員太田正義氏小手先では通用しない政策活動費を議員に配ることを廃止するくらい思い切ったことをしないと国民は納得しないここまでできるかどうかは疑問ですね。 9。それなりの透明性確保なら総理は次に何を。テレビ朝日藤川みなよ政治部長。もしも内閣支持率が回復すれば、解散総選挙に踏み切る可能性も。時期は予算が成立した後、そして6月になると減税の効果が出てくる可能性があり、賃上げなどの効果とも相まって雰囲気が醸成されれば、6月の国会の会期末に踏み切る可能性。一方、 支持率が全く回復しなかった場合は9月の総裁選で岸田卸ろしに支持率は回復しませんでしたので予算が成立する3月末の解散は難しいでしょう岸田首相としては賃上げと減税の効果が出る6月に期待でしょうがどうなるかはわかりません9月の総裁選も支持率が低ければ再選は無理でしょうねそこでこちら毎日新聞のスクープです自民派閥からの人事推薦とパーティー開催禁止へ 裏金事件受け自民党は政治資金パーティーをめぐる裏金事件を受け党政治刷新本部でまとめる中間報告に内閣改造党役員人事の際の派閥による推薦と政治資金パーティー開催の禁止を盛り込む方針を固めました政府自民関係者が21日明らかにしましたつまり派閥の人事機能と集金機能をなくすことが固まったということになります そうなると派閥には収入が入りませんのでここで麻生派や茂木派が存続を決定したとしても存続するのは難しいということになりますそして個人の政治資金パーティー廃止については固まっていないということになりますここが抜け穴になりそうですよね岸田文雄首相は存続方針を示している麻生派など既存の派閥に加え今後結成が想定される政策グループなども新たなルールの対象とすることで 派閥の実質的な解消を進めたい考えですつまり、存続が許されるのは、今の議員連盟のような拘束力のないグループ活動ということになります。刷新本部は、26日の通常国会召集の前に中間取りまとめを公表する方針で、25日の闘争を迎えで改革案の了承を得る日程を想定しています。政権幹部は、金やポストに派閥が介入することはあってはならない。 国民の疑念を招かない状況を作っていくと語りました内閣改造党役員人事をめぐっては各派閥の意向や規模に応じた人事が寒冷化しています岸田政権下の内閣改造でも各派閥の領収が衆院当選5回参院当選3回以上の入閣待機組を中心に要望を首相に伝達副大臣政務官については各派閥の事務総長らが 各派の中堅若手の要望を聴取した上でリストを作成し官房長官が中心となってポストの調整が行われてきました改革案では派閥推薦に基づく人事を禁止し党に設置する新たな人事局を通じて調整する案が浮上しています今までは派閥から人事の要望を出していましたがそれを廃止し党に人事局を設置する案だそうです しかしここでも当選回数に応じた人事が行われそうな気がしますよねあくまでも能力に応じた人事ができることを期待しますしかしそうなると能力の低い議員は選ばれないことになりますね政治資金パーティーは派閥の収入の約8割を占いますこれを原資に所属議員に小売代、持ち代と呼ばれる資金を支給し議員の政治活動を金銭面でも支援してきたが 今回の事件では派閥の政治資金パーティーが裏金作りに使われました自民は改革案にパーティー禁止を盛り込む方針で実現すれば派閥の求心力影響力は低下すると見られます派閥の人事機能と集金機能を奪うことで派閥に属する意味がなくなり派閥を存続できない仕組みになりそうですよねどうなるかは分かりませんがまずは試さないといけません自民6派閥をめぐっては岸田派 二階派、派安倍派が解散を決定。一方第二派閥の麻生派56人は会長の麻生太郎副総裁が存続の意向を首相に伝え第三派閥の茂木派53人第六派閥の森山派8人は今後派内で対応を検討する考えです首相は各派閥に存廃の判断を任せる意向で。 周辺に派閥を解消するか、しないかは関係ない。全員が新たなルールに従って活動していく、と語りました。一方、与野党幹部は21日の NHK 番組で、政治と金をめぐる問題を議論しました。自民の茂木敏光幹事長は、派閥のパーティーに関して、このまま続けましょうということにはならない、と指摘。再発防止に向けた政治資金規制法の罰則強化にも触れ、 きちんと政治家が責任を持つような制度を作っていかなければいけないと法改正に前向きな考えを示しました茂木幹事長は麻生氏に従うと思われますのでどうなるかは分かりませんということで岸田首相による岸田派解散宣言が今後の政治刷新にどのような影響を及ぼすのか麻生派や茂木派は存続するのか皆さん注目をしていきましょうまた新たな情報が入りましたら動画をアップしていきますのでよろしければチャンネル登録と通知ボタン そして高評価とコメント、X のフォローもよろしければお願いします。また、このチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。